こんばんは。あ、トラップ間違えた。昇格してから1年にしようかな。でももう昨日だったから。ウラペチーノさんありがとう。安部さん、もんち10個ありがとう。イネとキサシさん、かわいなりちゃんバラ、マツさん、イネありがとう。昨日で昇格して1年でした。昨日配信しなかった理由は、あの、非常にちょっと私疲れてました、すみません。昨日で1年。エーマさん、結婚してごめんなさい。しれっと知ってるよ、ありがとう、制服で来てくれて。りょうさん、バラ10個、すずさん、アイスありがとう。すみませんね、ちょっと疲れてました。いや、飲んでない飲んでない、今日飲んでません。そんな、なんかあんまお酒好きじゃないかもしれない。サワーので、ハピクルサワー飲んだよ。今日飲んでない、昨日も飲んでない。え、私も生誕祭の余韻が抜けなくて、もうずっと。ずっとなんかずっとこれかぶりそう。まだある。今日ダメです。ね、見て、もうずっとこれかぶって配信しようかな。そう、ウエス飲んでないんだよね。なんかあさってに親と行くから、ちょっとおすすめのお酒教えてくださいな。天使のぬぐさん、ハートありがとう。今日なんかパッツンだね。なんでだろう。かゆい。今日は飲んでない。うん、天使さん、お餅、安部さん、かわいい、ありがとう。天使のぬぐさん、だるま、ありがとう。梅酒とカルアミルクと塩で飲んでみたいです。梅酒絶対美味しい、飲んでみたい。マジ、何その、まだね、ほら、ほろ酔いしか飲んでないよね私。そう、パパさん、かわいい、エーマンさん、かわいい、ジョークありがとう。ビールはもう見るからにまずそうだから。まずそうだから飲みません。ニッキーさん、かわいい、ありがとう。今日全然清楚系じゃないよ、見てみん、私の今日の T シャツ、威嚇しとる犬じゃけん。風のシーズン、クマありがとう。全然清楚系じゃないよ。怒っとる犬の T シャツ着てる。髪型変えてない、何も。そう、まだホロウェイしか飲んでないから、ね、いきなりお酒の話から。だよね、ほろ酔いじゃ読まんかったね。ほろ酔いのラムネめっちゃおいしそう。タワワのお礼しますね。タワワのお礼、タワワのお礼、あの、タワワのお礼めっちゃ順調にかけてるんですけど。みんなが浮気した後の私。酒ね、なんかね、美味しくなかったけど、いや、なんか飲みたい何かがある。そう、順調。タワワ、タワワの、今後7日間で呼ばれる人たちを言いたいと思います。3721だから、今後7回の配信で呼ばれる人を言いたいと思います。だから21人ですね。ちょっと待ってよ、今書いてる人を除いたら、ジョージ、タウン、角、篠田、タイタン、12、え、
1234567891012345678910あ、ここまでだ。タイタン、ユーゾ、サラマンダ、OKP、成田、ユーちゃん、ヘイちゃん、ポポ、ミルテン、サノ、ニッキー、エイコン、ダース、アンバ、ヨシヒコ、カニカマですが呼ぶ人だいぶ PR 舞台のところまで来たまだそこ誕生日ですごい増えたから今100人ぐらいいるんじゃないかな頑張りますじゃあ今日のお礼、じゃあ亮さん言いたいと思います。いたからさっき、そう年内までに、え、年内はいけるっしょ。タイタン、あ、タワーありがとうあれじゃろ、なんか株の上昇タワーじゃろ。え、飛ばしてないよ、今日書いたやつあるから。これはコロナの復帰のやつ読みます。バラちゃんかわいい、ありがとうちょ飛ばしとったら言ってね、誰か。りょう、アットマーク、リンクを見ると涙腺弱々マンへ。コロナ復帰後おめでとうタワーありがとう。出た、生誕祭泣いてた人だわら。いや、まずりょうはね、絶対泣くなとリンクは思っとったよ。お見送りで泣きポーズしとるのなんか可愛かった。でも泣いてくれて嬉しかったよ。次はもっと泣かせまくろ。悪魔リンコより。2022年9月13日すぐ涙が出る、これが恋ってやつこれから一体何回泣くかな。ありがとう。リンコの名にハマらせて泣くさ来る女。レトクイさん、おんちゃんありがとう。今も泣いてるんですか、やばくないありがとう。なんか今日パッツンがないよね、なんでだろうありがとうありがとうございます。いっぱい泣かせたいと思いますいっぱい泣かせたいと思いますいじめユースさん、いいね、ありがとう。私は今日のお話し会、今日のショールームで、そう、お話し会の何するか決めたいんですよ。明日の13時までした、受付が。明日も13時までなのに今から決める人だいたい消えてるの、だいたい消えてるんですよ。追加話し会のどんなことするよみたいなの消えてないくて、決めたいんすよ。明日の13時までだけど受付がすんまへん、いや、ちゃうん鼻だれ、とりあえず生誕終わってから決めようって思ってたんですよ。許してください。シャンプーとかのサンタ、あれね、なんなんかねあれどうしよう。でもさ、10月16、でも言うてそんなあれだね、私部数増えたんですよ。髪切ってない おぬぬめ時間どうしよう。リアル話し会なんか私部数増えたんですよ。 なんかありがとうございますご無精になりました。ついにご無精です。ご無になりましたコースタート。これって9枚目の話かも。私ご無精のままなんかな増えた、嬉しい。すごくない？だってリアル話か、私最初2部だったのに
嬉しい、うん、2.5倍、 1.5 倍になった。真面目な話気になる。え、次でもうご無世の泡だったらいいんですけどね、9枚目も。11月20、おぬぬめ時間決めた方がいいんかな、今さら今さらかね。25、12月、つの17、リアルお話し会。いやでもまずあの話し会え、なんかそれより私は9枚目選抜入れるんだろうかっていう不安があるだから正直8枚目が追加お話し会があるってことは、9枚目がと多分発売まだまだだよってことだから、ちょっと安心したんですよね。そうそうそう、あやばい、あもうそろそろ9枚目来るんじゃね、来るかなってなって思ってたら、中古話し会があってちょっと安心したの。いやいい、慰めてもらおうみんなに。そう。でも多分鼻だれが結構 M ステ出れるぐらいまでね、なんかすごいあのロングセラーっていうのなってたから、そうそうそう、いやもう私はそう思ってた。だって多分普通に考えたら、だってもう9枚目じゃないですか多分、だからそう、ちょっとそうああ胃がキリキリと思ってたんですけど年末出れたら嬉しいなって思うけど、カップリングは出れるな、確定してるのみんなのおかげで。だから9枚目ぜもうノー参加ってことは、曲がもらえないってことはないと思うんですけど、いや怖いまあいいんだ、いや良くないけど、まあとりあえず今は全国ツアー頑張ろう大晦日休めなかったらいいな10月のお話し会は私何するか決めてるんですよ、もう10月は皆さん10月1日にも話し会ありますよ、ありますからね、私振り返りで忘れんとってねあ間違えた、10月のお話し会は20代大人にしかできないハロウィンコスプレ決定、これは決めた。誕生を祝わなきゃ。10月ね、10月1日あの振り返りがあります。ふぅーヘッドティー可愛くない？ふぅー、あしかも10月と11月はあのPR舞台のツアーの直後らしいので、ふぅー来るしか来るしか。11月どうしよう、何がいい？それは楽しみだよそれは楽しみだよ、それは楽しいんだよ。センサンティえ、どんな格好してリンク来てくれるんかなって思いやったら、センサンティ私ちょっとないんよね今回。11月どうしよう、11月うーん、何がいい何がいい、そう浴衣の振り返りだから浴衣着ようかな、遅いけど、
リンコ教の教祖、あ絶対怒られるわそれは当日の楽しい大人のコスプレ、 R20 コスプレ怒らどうしよう、何がいい、11月って何がある、11月は何がいいかね、体操服着ろって、いや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 ですよ嫌ですよ、一発そこそさ生誕祭買うべきだと思うんですよ、教祖曰く、七五三じゃあリンコかっこごちゃいえちょっと痛いかも、もう私二十歳やけんちょっと年を考えんといけん、ももちゃん体操服、えちょっと私ね二十歳なんですよ二十歳なんですよね、ちょっと年齢がちょっと考え始めるようになってきたえまだいけるまあアイドルだし25までいけるか、あとかね、ね前の話し会体操服多かったよね、まあアイドルだから何歳でもいいんだよ、何歳でもどんな格好してもいいんだよね、吉田しとったあー全あー当時は何がいいかな、11月とりあえずクリスマス、クリスマス髪型変えたいんよね、リアル話し会のさサンタさんのコスプレってさなんか勝手にさ犬の耳とかつけちゃダメなんかな、変えたくない、だってさクリスマスサンタさん2日間あるじゃん、変えたくない、だって多分同じ服じゃろ多分変えたい、いんかね、まあいんかどうしよう、何がいいかな、そう雨をそう七五三の格好いいかなって、強制サンタですからね、ねえ予算ないとか言わないでよその通り、髪型何がいいかな、全然思いつかん、ドレス髪切ってないよ、髪切ってないんですけど、なんかいっぱい今日聞かれる、サンタ、サンタね多分強制だから決まってる服なんですよ、残念残念、11月、いいの調べ中、11月って何がある、何も思い浮かばん、いや違う、10月がちょっとなんかさちょっと大人だからさ、11月でなんかいい感じにしたい、うん、服装じゃなくてもいいか、そう夫なんだから、でもなあ
男受けは多分よろしくないんですよね、一部の人にしか受けないんですよね私めっちゃ詳しい。そう、一部界隈に男装はとても受けると思うんですけど、ただパンリンコはあんまり望んでないような気がする。そう、一部界隈にはねめっちゃ受けそう。そうえっじゃろ、そうそうね、そりゃそう、めっちゃなんかもう深入りしてるファンリンコが一部にしか受けない。あ、メガネかわいい、どうしよう、シチュエーション考える。11月言うたらまあ秋じゃろ、文化祭、またみんなに告白させようかな、どうしよう、文化祭で告白したくなる女の子みたいな思い浮かばん、助けて。そう、振るの禁止。そう、それは絶対そう。電波ウェディングドレスちょっとめっちゃ安いやつ買う。でもウェディングドレスでもうその話し会来た人はもう結婚したってことになるお話し会クワハン結婚して、ダメその話し会来た人はもう勝手に結婚したことになるから、だからその話し会来た人はより一層私が重い女になる結婚、結婚、アンバさんありがとうどう、そういっぱい結婚するそうなんよね、安くない。でもちょっとフリマアプリとかで1万以内で買えたらまあ頑張ってみんなのタワーのお金で買う。うっかりあんこさん結婚して、どう、重いけどダメツーショットないんだよね。でもツーショットあったらね撮れたらいいんだけどちょっと今月はタワーのお金がありますので、そのお金でウェディングドレスを買う母ちゃんのドレスない、私ね家ないよね、振り袖もダメよくない、ダメそう、誰でもその話し会に来る人はもう覚悟を決めんといけその話し会に来る人はもう結婚したってことになるからもう一生輪行しにならんといけんだね。もうどうせ誰も来んかったら、お疲れさん、ちょっとかわいい、ありがとうよくない、ダメ全部コスプレになっちゃうね。まあいっか、私服見たい人おる、私服見たいぜ、います。まあ、私服はまあ9枚目でやろうかそったらバリカらしいんだけどそう、頑張って安いウェディングドレス探しておきますダメ、来て、やだ、来いもう来んかったらもう、あ、もうこの人はもう私と結婚したくないんだなってもう思うけんなんかだってさ、2日間なんか勝手にサンタさんにされとるけんさ、なんかもう全部コスプレになっちゃう主服みたいぜがいるかもしれん。どっちがいい、
アンケート取ろうね。なんか私服がさ、そう研究生じゃなくなって私服がレアになっとる。ダメダメ、嫌な、ダメ。でも別にさ、自分の話し会なんて全部重いし、今更重いからやめときます言うてね。私の話し会なんて全部重いんだから。私服かわいいな、まあどうし、まあ多分。うん、どっちがいいんかねん、どっちがいいんかねん。うん、まあ結婚し、ウェディングドレスか私服にしよう。あ、見たやつ、それはね秘密ですよ。うん、リアル話し会、髪型決めに行くか。リアル話し会は無理やりサンタさんでいいや。無理やり無理やり強制、無理やりサンタさん、無理やりとか言ったら怒られそうだけど、25日のサンタさんどうしよう。え、でもよかったね。25日の話し会だったらさ、自分を話し会しとるけんさ、自分が裏でさこっそりさなんかデートしとるとかさ、そういうさアリバイが晴れるけんよかったね。どうしようって今思った。みんながクリスマスで自分が今日はお休みですとか言ってオシャレしとったら、あれあれあれってなるから、セール配信せんとアリバイが、アリバイができた。よかったね。24の夜も配信しないとね。配信しないとね。あ、24の夜大事。24とかなんかあったっけ、仕事。今んとこないか。でもね、絶対なんかお仕事入ってくる気がする。まださすがに12月のスケジュールは分からんな。もう配信後まで言われたらもう私何もできん、もう。クリスマス24時間配信せんといけん、もう。うん、大変じゃわ。もう分からん、24時以降配信できんのやけ、しゃあねえ。どうね、あ、紅白のリハーサルがあるかもしれん。そう、インスタライブ確かにないんかね。24あったりして、クリスマスコンサート去年は出れなかったので今年は出たいですね、あったら。もうトラウマすぎる、去年のクリスマスコンサートがめっちゃ懐かしい。インスタライブがトラウマすぎて、もうだって去年のインスタライブあったんですけど、私去年のクリスマスは選抜メンバーじゃなかったから2曲しか出れなくて、そうで、なんか東京から行くねみたいな人にすんごい申し訳ないけどお話し会で言えなくて、もうめっちゃ悲しかったっていうトラウマがあるから、今年は出たいかな。もっと出たい。そう、あれは悲しかった。しかもあれは四国の曲があったからまだ2曲出れた。四国の曲がなかったらもう1曲しか出れてなかったんです。もうトラウマ。そうそうそう、だから今年はあったらねもっと出たい。そう、ちょっとだけ出たやつ。そう、まあ、あの悔しい思いをしたからなんか今があると今言えるけど、あれはなんか悔しいとか言うよりも、そう、なんかわざわざ来てくれるファンの人にすごい申し訳なかった記憶があるんですよね。だってお話し会でさ東京から行くよって言われて、え、でも私2曲しか出ないみたいな。そう、今年は出たい。そうかね。え、どうしよう、リアル話し会サンタさん、そう、いえ、そう言いたく、いえ、でも私2曲しか出ないよってめっちゃ言いたかったんですよ、話し会でも我慢した。
そう。だからそのゆきくんのためにも来るんだよ。かっこいい。すごく、あー残念。そうなん？私はね、やだね。私はね、お金払ってんだからもっと推しメンに見てよってなりそうじゃけど、みんな優しいんだね。私がみんなの立場だったらもうこっちは金払ってんだからもっと推しメン出せやってなりそう。やな話かいき、髪切ってないよ。切ってません。なんか今日パッツリになっちゃった。さあ抗議しちゃいそう。私なら締めもっと出せやって。あ、今日メイクめっちゃ適当です。だからかな、スピンじゃない、超適当化粧。配信の時の化粧は超適当。四角音楽祭来週か。どうしたらいい、どうする、クリスマスサンタさん、どうしよう。25日、なんかいいのある人。そう、全然スピンじゃないっすよ。今日は眉毛とチークとリップとアイライナーと、あと目の下にアイシャドウを塗っただけです。撮ってきた。四国音楽祭って四国行くんですか今さら。そう、生誕祭、本当ビジュアル人。そう、全然すっぴんじゃない、すっぴん話しか、死んでも嫌だ。死んでも嫌だ。いや別にいいけど、ディアの話しか化粧させて。うん、愛媛嬉しい。愛媛25、そう25日どうしよう。何がいい、サンタさんなのは決まってるの。そう、眉毛黒くしたんですよ。黒い眉毛に描いてるんです。今日のメイク時間は5分ぐらい、4分か5分ぐらい。私物サインからすっぴんだった。いやそれはもういいんだよ。やだやだ、ちょっとすっぴんはやだ。あれはしゃあない。そう、あれはね、やばくない、私物サインからすっぴんで出るアイドルとかもう頭おかしい。そうよ、私が、いや却下。却下。どうしよう、なんかいいのあるかな。みんなが好きそうな。ピアルブ、もうそれはもうネグ、もう。いや、スピン見るとき、もう満足じゃん。サントさん、強制なんですよね。めっちゃやだ。めっちゃやだとか言ったら、ごめんなさい。キツネダンス、何それ、なんか、あ、マイキューさんがしてたやつ。好きそうなやつつったらもうなんかセクシーなんちゃらとかじゃろ。違うのよ、それが。そのサンタさん強制の日はもうあなたはこれねって決められてるんよ、服が。だけど自分で変えれないんですよね。え、変えたいよね。何がいいかな、ハーフツイン。あー、そう、衣装がね決められてるんですよ。切るダメじゃろ。ダメじゃろ。そう、決まっ、なんかそう決め、なんか2日間さあるから、ちょっと変えたいなって、髪型だけでも。スカートめっちゃおるサンタ、めっちゃエロ釣りしとるじゃん。めっちゃエロ釣りしてるじゃん。違う、リアル話し会はもう無理やりサンタ。25日なんか変えたいんよ、なんか変化欲しくないって私は思う。メガネサンタ。
ギャル、ギャルはねちょっと一部にしか受けないですよ。そう、音研究家、まあギャルかメガネで言ったら多分メガネの方が受けがいいんですよ。はい。鎖骨サンタめっちゃ釣っとるじゃん。あ、ギャル好きなの？え、ギャル私ギャルしたことない。え、でもギャルメイクとかできない私。もうヤマンバとか、ヤマンバとかもう本当に一人ぐらいしかできなさそう。あー、そう、多分ね25も17も多分もう決められてて、衣装決められてるので変えられないんですよ。うーん、みんなが好きそうなやつ。いつ清楚に、もう清楚じゃない。クリス、あ、見た、かわいい。そう、髪型かメイクしか変えられないからなって思って。いや、衣装決められとるって。ノースリーブサンタとか何。何がいいかな。そう、マダムサンタ。え、もう20代だから思い切って32歳断蜜産婦サンタ。もう思い浮かばん、助けて。もうそんなしか思い浮かばん。もうみんなが好きそうなやつ言ったらもうそんなしか思い浮かばん。あ、いいの？もうなんかもう髪型をなんかめっちゃ分けて、南光さんみたいな髪型にして、もうほくろとかちょっとエチエチなほくろ描いて、うんみたいな。もうそういうね、もうそれしか思い浮かばん。難しい、そう、なんかそうなっちゃう。そうなの、方向性がねそっちばっかりいっちゃう。みんなが好きそうなのってなったらねそうなっちゃう。ええ、何がいいかな。てかリアル話しか、普通にサンタ、可愛いサンタします。だから25にちょっと変えたいんすよ。うん、あ、私に求めてない。あ、私にそれは求めてないですか、すいません。うん、でみんながそう言うから、そういうのしか思い浮かばない。ただ10月がちょっとセクシー系だから、11月がど、もう決まらん、もういい加減決めよう、もう決めますね。全部コスプレってやっぱちょっとあれか、ちょっとつまらん。私服入れた方が可愛いか。うん、でも10月ウェディングドレスにしようかなと思ったけど、やっぱでもちょっと大人っぽい方が多分みんなは嬉しいから、まあ、ウェディングドレスは9枚目にするかとなったら、11月はちょっと私服にするか。でも私服、まあでもまあみんなは、まあ別になんか大してコスプレとか求めてないんですよ。多分みんなはだ純粋にリンコと話したいがために申し込んでくれるかな。だからまあ別にいいか。めっちゃ考えてる。11月メガネ、メガネっぽ、そう、確かに。じゃあ9枚目にすっか、ウェディングドレスは。まあみんなはリンコと話したいだけだからな。じゃあメガネボブベレー帽リンゴ。めっちゃ決められとる。図書館にいる、図書館にいつもいる、気になるあの子。怖くないよね。図書館にいる、いつも気になるあの子。よし、消えた。
じゃあ11月はちょツイートしたいんすよ。ちょっと明日までだからいつも図書館にいる気になるあの子。よし、そうさやかでみたいになろうほんまよ、ベレー帽とメガネとなんかそういう格好しよう。よし、12月25は断蜜さん風サンタさんしか思い浮かばんのんじゃけど、もうさあやっと頑張ってさやかに目指します図書館行ったのも小学校が最後ですね。はい、もうね頭がね断蜜さん風になってるそう、なんか髪をちょっとこうなんか大人分けしてちょっとほくろ描いて本ね、なんかねファンの人がね送ってくれるんですよ、小説、恋愛小説がね大好き、なんか簡単なやつえ、ダメダメ、だってそれしか思い浮かばないんだもん。だって変化つけたいじゃん、同じ衣装じゃない、多分25と17じゃない、思わん、いやみんな思わん、そうあいこみたいに前髪流してなんかすごい大人みたいな。だからダミツさんって何歳なんだろうなんでなぜに断蜜さんって感じどうしよう、え今41歳なんですか、えめっちゃ綺麗、え私32歳かと思ってた、えすごい、石崎凛子かっこ41になるかえめっちゃ綺麗、すごい、え私と 2倍違う、えめっちゃ綺麗、すごい、いいね、こういう41歳に私はなりたいですねああ、だからソロコーデ確かにしてみたいかもしれないあ、よしみつりんみつ、あ、もうりんみつにするか、ちょっとセクシー系そっちになっちゃうけど、もうそれしか思い浮かびません私、クリスマスサンタりんみつりんみつりんよしみつか、りんみつもりんみつでいいや、断蜜さんならぬりんみつよし決定はい決まったはい発表します、おすすめの日は決めなくていい、いいかな、決めた方がいいですか、どう思います、ひなさんが、えいいですよ、一緒にでも初めての初日デート嬉しかったですって言ってくださいなんか確かに決まった、ちょっと9枚目はもっとまともにしますね、すいません、なんかちょっとふざけましたはい、まあいっか、おすすめは、まあ、みんなの好きなところに申し込んでくれたらいいか、よしツイートするぞ、どうしよう、でもさ少ないけん文字もう画像作れないからツイッターに直接書こうかな、え、どう思うでも文字数入んないかも、え、どうやってツイートしよう、どっちもだってでも画像作れないんだもん、え、8枚目まともだったくない、え、でも聞いて、今月あるあの24日にある話し会は私服だから
まあまあちょっとコスプレね多めでもいいよね。だってこの前も私服だったし。確かに確かに。あ、ありがとう斉藤くん。手書きキャラでいくか。じゃあちょっとペン取ってくるね。ちょっとペンがカスカスなんです、このペンが。ちょっとペン取ってきますね。よし。いや、そう。コロナ、ノーコロナ。じゃあ、これ時間書いた方がいいんかな。まあ、でもまあ時間なんて書かなくてもみんな見るか勝手に。時間かかんでいいよね。シンプルイズベスト。もう画像作る日来ないと思う。まあ、私画像作れないから。作れまへん私。10月の16日曜日。何するよーってやつだけ書いときゃいいや。10月の16日かっこ日曜日。なんていうか R20 とか書いたら怒られそう。どうしよう。全然できた。なんかそうファンの人が作ってくれたやつでもね、あげてる人もねいいよね。R20 やめとこう。どうしよう、大人20歳からしかできないコスプレ。20歳。できない。大人ハロウィンコスプレ。よし、大人。11月20日の日曜日。まさきいいね、ありがとう。いつも図書館にいる気になるあの子、あの女、あの子。あの女いつも図書館にいる気になるあの子、かっこさやかりになりたい。かっこあわよくばさやかりになってみたい。はい。12月25日日曜日。12月。乱密さんならぬ臨密サンタ。さやかりのあだね。りんこちゃん、りんこちゃん、りんこちゃんおはよう。似てない、ごめんさやかり。すみません、全然似てない。さやかりのね、裏でもねあのまんまですよ。すごい恐ろしい子だよ。
壇蜜さんならぬ。セクシー系が2個もあるのちょっとやばいかな。まあいいか。壇蜜さんならぬ。あ、輪蜜って輪って字で書けばよかった。もうまあいいや、修正テープないから輪蜜で、輪はひらがなでいいや。輪蜜、輪蜜サンタあ、カッコ輪にしとこう。カッコ輪蜜サンタ。12月の17土曜日リアルお話し会。無理やりサンタさん、え、こう怒られんかな怒られんかな。はい、決定。今日の顔めっちゃ好き。やっぱ男の人ってナチュラルな化粧の方が好きなんだね。はい、ちょっと可愛く色付けよう。じゃろ、私話し会はちゃんと考えてるんですよ娘は決めません。そう、無理やりサンタはもうなんか毎年恒例、もう勝手にサンタさんさせられるやつよいしょ。色付け、あ、もう来たなー。でもなんかさ、研究生ちゃんがさ、ツイッターでさ、なんかめっちゃ可愛い画像作っとってさもう悲しくなったよね。もう私も二十歳なのに画像のかわ、あんなのどうやって作ってんだろう、すごくない？もう作れない、いつまでたっても手書き電気いた負けま負けた負けた。はい、ツイート、ツイート、あ、待ってるよとか言っとこ。もちこ書いとこう。よし、あ、まあ元気出すそう、ガブセってすごくない？感動だわ。だって私さ、6枚目2部制だったんですよ。6枚目7枚目リアルお話し会ん、7枚目じゃないな、あ、7枚目、8、6枚目、わかんない6枚目か7枚目2部制だったんですよ。それがまさか8枚目にはもう5部制になるなんて、もう本当嬉しいみんながいっぱい来てくれるからです、本当。そう、五部崎さんよし、おー、いいじゃない、ツイートするわよ目指せ六部制って感じ頑張りますね、六部制になれるように。いつかはおツイーティー、おツイーティー、写真どうしよう、自撮り1枚つけとこう。
と待って、マヌネに一個聞くことが全9枚目ママ頑張って13枚目シングルにはキューブ制って6部制になりたいですね。隣密1いいね13キューブ制とか何時から13枚目までには6部制になれたら。でも最初だって私さ15枚目シングルまでには選抜入りたいですって言ってたんですよ。言ってたけどすごい目標が叶いましたいやいやいや私がまだ言える立場じゃないんですから。休み時間ないもん永遠にずっと喋り続けんといかん。9枚目はね9枚目はね9枚目はねなんかちょっと待ってよ今確認してます。9枚目はねあのねオンラインでスピンの日作りたいです。スピンの日とウェディングドレスの日作りたいなって思ってますねもう決めてるそうだねカップリング PR 舞台9枚目は確定してるからすごい嬉しいじゃあ夏は好きご用心の衣装とともにツイートしたいと思います。どうしようかな。キラキラえ誰とか言ったらめっちゃ悲しい。どうしようすっぴんの日が終わったからみんなもしか星始めたらどうしよう。えっじゃあその日のツーショットはちょっともう可愛く加工してから載せてくださいキラキラと。そういえばねユニット褒められたんだダンスの先生にこの前。ご用心は吉田家に合っとるって言われた。え嬉しい。合ってますかもうちょっと加工してやめてそう誰とかどうしようあれあそこの蹴りの振りはあそこはねフリーなんよあそこはなんかフリーなんだからちょっと調子乗ってキックしてみようかなと思ってキックしてみましたちょっとね FTM も傷だらけですみませんこけたから。え本当合ってた、ね、めっちゃ褒められたんよ。なんかファンの人にもなんかめっちゃね合ってたっていっぱい褒められたからめっちゃ嬉しかったんよそうやるなんかなんとなくキックしてみただけじゃあこれかな。これにしよう。1枚目電波蹴りのとく話し会受付中です先生嬉しい嬉しいそうこの前のさそう花だれの公演のご友人がそう初めて折り面での披露だったんです。私がずっと休みしてしまったからずっと折り面で披露できてなかったんですけど、8枚目シングルお話し会の話し会追加が決まりました。ボタクさんが好きそうなシチュエーション考えたよ。
待ちしております。キャラアニのリンクハロ、キャラアニのリンク いや確かにそうだね。8枚目 PR 舞台だったからね。でも私本当に1枚目の話し会、今やってる話し会はの時はもう本当にもう話し会はもう一個も感謝枠出ないつもりで、もう PR 舞台頑張ろうと思ってた、思ってた矢先に、なんかありがたいことに全部感謝枠解放して、みんなちゃんと投票してくれてるんだろうかってすごい心配になった思い出がある懐かしいわ。もうそんなに経つんだ。コピー懐かしい。そう前回ありがとう。そう、もう私はもう本当にもうマジで PR 舞台すごい頑張ろうと思ってて、もう何が何でも絶対入りたかったから、もう話し会はもう本当に申し訳ない二の次っていうつもりでやってた。なんかどっちもっていうのはあれだったから、だからまあ PR 舞台みんなには優先してほしいなって、だから感謝枠別に開かなくてもって思ってたら全開放してもらったから、みんな投票してくれてるってなってましたそう、ありがとうね。でもね、嬉しかった。8枚目全部ツーショットあったからなんか新鮮だった。まだ終わってないけど、神奈川でね、来月の行きます。神奈川、そう、初対面会ね。本当化粧薄い方が可愛い化粧薄い方が可愛い。くだってリンクコピーするの。はい10月12日に行きます。あれツイッター気苦手じゃない。よし、マネネチェック入りますちょっとツイッター待って、マネネチェック入ります。こんな時間にツイート、朝した方がいいかな。まあいっか、もうツイッターは苦手だ。マネネチェック通りますようにお願いしますそう、マイキューさんがいろいろ下取りを考えてくれてるらしいので、下取り見た、あのまだね、あのつかせマイキューさんがまだ考えてない部分の下取りも見てるんですけど、もうなんか結構ボリューミー、なんかあのいつも PR 舞台フェスが今メインでいっぱい出させてもらってるから、なんかすごい時間短そうって思うかもしれないけど、なんかすごいね、めっちゃ多いです。曲数多くてめっちゃボリューミーな内容、しかもなんかあんまり詳しくは言えないけど、なんかこなんかあやった通ったグッズ考えたよ、今ねみんなで作ってる途中です。私なんか結構一人一人になんかスポットライトが当たるような構成になってるし、なんか瀬戸里もあこれが入るんだみたいななんか感じもあるし、 STU っぽさも、あ瀬戸内をアピールするような瀬戸里もあるから、すごいいいなと思いました。教えない通った嬉しい、これ前のマネージャーさんだって絶対通ってなかった嬉しい。まあ誰の
ハッシュタグつけてみーって、ちょっとこう、あーもうなんツイッター難しいよし、あ、ツイートします、ツイートします、ツイートしましたツイートしました。あ、もう1位ねが誰か分からんあ、見て、ご用心の衣装の写真初出しあ、ツイートしましたわよ、おほほほほなんか私の担当してた マネージャーさんが前なんか違う部署に、変更になって、で私が ST 入ったばっかりの一番最初のマネージャーさんがまた私の今の担当マネージャーさんしてくれてます。足充電が、メールで全身写真じゃ送りますわメール限定有料コンテンツにしますわあのこの衣装の全身写真、ラッキーちょっと充電器取ってきていいですか、充電器2階にあるの、清楚に見える、清楚でしょ、そう充電器取ってきますね、あー決まった、嬉しい嬉しい、みんな話しかけてください、ちょっと充電器取ってきます、決まった待つこー、うん、きゃ、え？マジこいつなんかあんまりの臭くてホッてしてるえ、なんなん化粧適当な方がウケいいんじゃけど、なん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 、なんか化粧ライブの日にさ頑張って化粧を、まあ私20分とか30分ぐらいかけて頑張った化粧よりもさ3分とか5分でした化粧の方がウケいいんじゃけど、なんなんもちこー、確かにね、そういうタンプレをメンバーからもらったタンプレを紹介したい、男の人は薄い方が好きなんだね、見た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 、あかりんさんがくれたの嬉しい、あかりんさんがジュースちょっとくれました、嬉しいもちこは誰にでも襲いますね、はい、とジルジュースちょっとくれたんです、私があかりんさんが何がいいって、何欲しいリンゴっていうけ、じゃああかりんさんおすすめのライブで使えるやつって言ったんですよ、ジュースちょっとくれました、赤にさんに自撮り送っちゃう LINE で、化粧品くれたんですよ、化粧品コスメ、それじーもー
ヤンヤンつけ棒10個から、まあ、じゃあ今年はちゃんと私ちゃんとしたのあげましたけど去年はあかりんさんにヤンヤンつけ棒10個だったのに商品ももらいましたみつあい化粧下地ジュースチュアートイルミネーティングセラムプライマー UV01 スキンケアすごいスキンケア効果と化粧下地効果を一つで叶えるセラムプライマー、紫外線からしっかり守りながらワントーン明るくなった艶やかな肌が続きます。おーすごい、かわいい、かわいくない、化粧下地、化粧下地だって使おう寝汗かっけ、ありがとうございます、使えますかわいい、すごっ高そうだなすごいかわいい匂いがします。あともう一個くれたんですかりんさんが日焼けするなってジュースチャートアイダイヤモンドグリマン01キラキラー01アイシャドウアイライナーピンクの宝石のようにまばゆいほどの輝きで目元にきらめきを与えピュアな眼差しを叶えますってかわいい、ちょっと塗っていいですか、ちょっと、でももったいないな、ちょっとだけ塗りたい、赤人さんに送りたい写真かわいい、めっちゃいい、これライブでつけよう。ここどこにつけるん、多分ね、涙袋につけると思うんですよ、こういうのって多分。ああ、変なとこちょっとちょっとじゃあ今年はリンコもちゃんとしたのをあげたもん、赤人さんに去年はヤンヤンつけ棒だったけど、こんなもん？ピンクだ。はあ？ピンクだ。かわいい。ちょっと鏡みたいな。あ、すごい。ちょっと涙袋がキラキラしてる。エマさんかわいい、ありがとう10個もう少しああすごい、こんなもんか、かわいい、ごめんちゃん公園で使えそう、かわいい、多分こうじゃの使い方じゃない、違うどうですか、ちょっと今そのごめん、ちょっと肌汚いかもちょっとファンデーション塗ってないから使おう、かわいい、鏡みたい、鏡が、あ、おお。ライブで使おう、嬉しい、ありがとう、ありがとうございます、あくりんさん、これは多分目に使えるやつよね、アイシャドウって書いてあるからあかりんさんに自撮りを送りつけよう、うれ、使おう、次のライブ、あ、今週日曜日に花垂れがあるから使おう、わーい、あとね、ね、これのね、このリップはね、あのバイト高校生の時にバイトしてた時の仲が良かった社員の女の人が送ってくれました、誕生日リップ、もう女性役上がっちゃう、いや、お好み焼きじゃない
バイト屋さん、バイト屋さんってなんだ、違うバイトなんですけど、あかりんさんに送りつけて、すごいもうなんか視線がキラキラしてる。お疲れ、かわいい、ありがとう。もう白くんガッチャー、あかりんさんに送りつけよう。キラキラ、ちょっとフィルターいらないな。ちょっとこれどうやって加工を取るの。これか。あ、ちゃうちゃう。ちょっと。え、そうこれ、あ、え、でも二つ、でも下地まだ使えてないんから。もう顔がおめ。あ、これ。あ、メールで送りますね。覚えてたら覚えてたら。その背景が邪魔。キラキラしとる。よし、よい。うちらには見せないか。そんなことない、そんなことないよね。あ、これもバイト先の女の子に送ろう。ほー、そう、みんなにはメールで前髪、前髪撮った後の写真ばっか打ち付けてくるのに。メールで送ってあげるよ、じゃあ。うわーい、嬉しいな。来年はオカリンさんに何あげよう。オカリンさんはね、化粧品が好きだから。いらんじゃろ。あとね、全部紹介したいんですけど。そうなんよね、時間がめっちゃ配信、ごめんなさい、めっちゃ時間配信してる。これはあいこにもらいました。まだこの商品、フランフラン、おしゃれ。ちょっとカバン、すんまへん。かわいい。なにこれ、アイコカラーじゃん。かわいい、かわいくない、カバン、ありがとうアイコ。あとなんか入浴剤みたい、アイコカラーじゃん。かわいい、ありがとうアイコ。カバン、なんかすごくない、めっちゃ可愛いんだけど。レース、なんじゃろ、チュール、なんじゃろこれ、チュールバッグ、フランフラン、可愛い、ありがとう、ありがとうアイコ。ね、めっちゃ可愛い。アイコカラーでいつでもアイコを感じられますね。ありがとうアイコ。ちょっと匂いを確認。何入れよう、何入れようかな。でも何でも入りそう。公園の時とかに、でも公園使うのもったいないから、ちょっとおしゃれした時に釣れた。まさきハート書いた、いいね、ありがとう。マウント、あいこからもらった。あいこ、あいこ、あいこ、あいこのファンの人なんていうの、あいこ、小島ニア、小島ニアにマウント、あいこからもらったんだ。あゆこがりんこのためにわざわざフランフラン言ってくれたんだよ。小島ニアにマウント。あゆこはりんこの。小島ニアにマウント。スランプくん、ハートありがとう、嬉しい、嬉しい、あゆこから嬉しい。
マウントありがとう、アイコ使うわ、大切にします。では次は自己知マニアにマウント。自己知、自己知のファンの人ってなんて言うんだ、自己、自己チコ、チコリータ、チコリータにマウントもらったー、嬉しいのー。 スキンフードありがとう。チコリータなんていうの、リコマニア、マウント、これリコチがおすすめ、なんかすごい気持ちよかったからリンコに使った。リコチってすごいなんか化粧品が好きなんですよ、リコチ。で私にすごいいろいろ聞いてくれるんですけど、これはなんかリコチおすすめの洗顔らしいです。すごい気持ちいいらしい。ありがとう、肌きれいになっちゃう。チコリータ。あとこれ私前使っててすごい好きだってくれました、スキンフード、ブラックシュガーパーフェクトエッセンシャルスクラブオレンジ、なんか肌ツルツルになるやつ。ありがとう、まだ開けてない、使う。肌がスベスベになるセットでした。これのスクラブなんだって、スクラブです。なんか肌に塗ったらすごいなんかツルツルになるよってやつ。ありがとう、違うよこれ肌塗るの、もう男どもはスクラブ、ピーリングみたいなやつ。ありがとう、ちゃんと化粧、これで化粧落として寝ます。ありがとうチコリー。嬉しい、リコチおすすめコスメで、ありがとう。なんか私もくれるのも嬉しいけど、わざわざ買いに行ってくれるっていうのがめっちゃ嬉しい。で次はパセ、パセマニアにマウント。パセ、いやでパセリね、今ねパセマニア、ねえ犬じゃん、今気づいた、かわいい、すごくないこれ、すごくない、おしゃれ、バス、バスバブルパセリーズにマウント、バブルバスとボディーソープの2通りの使い方が楽しめるバスジェルです。顔先見たかわいい、もうこれ飾っちゃいそう、使ってねって言ったけど。あとバスピグ、バスボム、バスバスソルト、シャレオツ、犬だ、かわいい、飲まんよ。おしゃれありがとう、ね、みんなお風呂道具ばっかりくれる。あれあれ嬉しいね、ちゃんとお風呂入ってねってことかな、入ります。めっちゃかわいくない、これすごい、すごいね、最初お酒くれたんかと思った。みんなお風呂に入るよと。入ります。でバス、バス、バス、これはバスソープ、ボディーソープ、へえ。なんかもういい匂いするもん、かわいい、ありがとう、嬉しい、パセリ好き。あ、ニホニンからもらったやつも紹介したかったんですけど、もう食べちゃったんですよね。ミホマニアにマウント、なんかミホニンからはなんかなんかね、なんかねすごいおしゃれなお菓子屋さんのなんか天然の素材を使ったクッキーとケーキのなんかギフトをもらった、もう食べた。もう食べたからない、ありがとうミホニン、めっちゃ美味しかった。じゃあ次は弟、弟マニアにマウント。弟マニアって何、ミホリンにはね、あ、ミホリンにはラッシュあげた。ラッシュのなんかギフトセットを私はあげました。
弟が出してくれたの。え、やばくない？弟センスよくない？あのリンコの弟マリア2マウント弟出してくれたの。感動、感動したよ。ちょっと開けちゃってるけど、すごいニュース弟マリア弟、弟ね17歳高2、高2なんですけど、普通高2のさ弟ってさ、なんかさあんまくれんくない？姉ちゃんにタンプレとか。え、なんか、え、なんかすごいとき、え、これ生で入ってる。え、生な、待って、生で石鹸入ってるんですけどそう、だからエモスティッシュあげたい、1個だけ。え、石鹸が生で入ってる、どうしよう。え、どうしたらいいんこれ。ちょっと待って、使わなきゃだ。アウトバックメイトソープ、青い生で入ってる。使わなきゃ、使わなきゃ。そう、むき出しに入ってるからもう青い、すごい青い。ハッピー、ハッピーヒッピーシャワージェル、ハッピーヒッピー。元気よく目覚めるにはお肌にも朝食が必要。グレープフルーツがお肌を引き締め、爽快な香り頭の芯まで。しょーねえ、彼女おらんもん。弟おらんよ。あの人はねマジでないと思う。弟は好きな子ができたらね言ってくる人だからそう、そのスキンケアめっちゃもらってる私。ありがとう弟。ちょっと開けてるね。お風呂用品ばっかや。トモトは彼女じゃないよ。まあね、まあね、アイドルの姉ちゃんがいたらね彼女もできないよね。うざ。ありがとう弟よ。しかも弟バイトしてないのにくれたの嬉しいわ。めっちゃ弟野球部だからバイトできないからなのにくれたの、ありがとうね。使うわ。えみんな、みんなお風呂用品ばっかりだ。この帽子かわいい。この前私が小遣いあげたけありがとう。たたここで言う。パパとママはなんかちょっと高めのネックレス、ちょっと向こうにあるけどくれました。次、これは友達にもらった。これはまあまあまあ、そう。じゃあ次はアンピー、アンピーズマニアにマウント。とりあえずこれぐらいにして、アンピーズマニアにマウント。あしと、もらったよー。イエーイ。敵作る。ほう、フランスって書いてある。エッセンスフルーミュゲ、ミュゲカラーブルー、花言葉幸福が訪れるやって。んこれか、なんか部屋が なんだろうこれ、なんかねあれだ、いい匂いがする。部屋にディフューザーです。フランス、ヨーロッパのこっち側でしょ。あげない。これはアンナがリンコのために買いに行ってくれたの。しかもアンナがね、ユニバ行こうって言ってくれたの。マウント。
ディフューザーディフューザーどうやって掴んだ、まだ開けてないから、ディフューザー、あれこれをほーいこう刺して使う、部屋に置くやつ、ありがとう。あ、幸福が、花言葉、幸福が訪れるだって、嬉しいね、幸福が訪れる、 わざわざ私のちょっと匂いたい。すごいなんか、なんか、なんか表参道を歩いているちょっとおしゃれな女の子のみたいな匂いがします。そう、あのなんかユニバ行きたいって、もう幸福になりました。生誕 T シャツも、生誕 T シャツも幸福になりますよ、ありがとう。アンナさん、ちょっとアクリンさんと友達に LINE 送りたい、送っていい。表参道行ったことありません。ありません、ありませんけど、そんな匂いがします。表参道一回も行ったことありません。ありがとう。そう、 LINE 送りたい。もう12時になる、 LINE 送っちゃう。表参道とか、私でもあの東京に友達が、東京に中学の時から仲が良かった友達がね、芸能活動してる友達がいるんですけど、今度その子に会いにちょっとプライベートで行こうかなって。でも高いんだよね、東京行くの。だからでも夜行バスはちょっとしんどいし、でも新幹線で行ったら洋服4万円かかっちゃうから、そう浅草行きたい。クリンさんには食っちゃう。クリンさん、かわいいタンプレ、ありがとうございました。下地とキラキラめっちゃかわいかったです。ライブで、公園で使います。ラインしたあ、赤にさん、質ラブで忙しいから、いつでも返信は、もう1ヶ月で待ちます。あと、友達にありがとうって送ろう。バイト先の女の子。これさ、何も自動しない人が見たら、なんか、なんか男に LINE 送っとるみたいで、おって思われそうですごい嫌だ。どれだ、ちょっと待ってよ、読み、え、謎なんか顔がにやけちゃうから友達が M ステで
リンコ見つけたよって写真送ってくれた。あ、ブレてる。送ったキコリさんハートありがとう。そう送った。よし、何時、今日のショールームでやりたかったことノルマ達成。ああもうこんな時間終わろうかな。明日がなんか、明日って ST48 デーだから長く配信した方がいいよね。今日配信ねやりたかったことリスト。ほら眠い。はあ、めちゃブサイクだった。しわいさんクランクありがとう。ガスタマヤカ配信あるね。何時まで？かぶんない方がいいよね。確かにピューラーランドまだですかね。フロア終わってからないの。カズノシーさんかわいい、ありがとう。風呂入るよ。あ、本当？かぶらん。何時？あ、2時から9時？あ、かぶらんね。じゃあ、あ、2時から7時？あ、じゃあ7時以降にやろう。やるわ、配信。風呂入るよ。最近風呂入ってるやん、入ってるんやって。あ、毎日入ってるんすけど。使おう。入浴剤ホテルで使おうかな。入浴剤あの遠征した時にホテルで楽しみにちょっとこう。カズノーシンさんハートありがとう。バンジーが来月か再来月にはできるかもしれません。皆さんそういえば楽しみに待っててください。ようやくキコリさんお餅ありがとう。そう幸せだった。違うもん。だって帰るだけなのに2倍持ってくのもったいなくない。ユーザーハートありがとう。なんかまだ決まってないんだけど、なんかまあ来月か寒くなる前にやりたいよねとこの前マネージャーさんとか話してて、だから来月か再来月にはしたいよねって言いました。そうランカさん入ったありがとう。めっちゃ正当されて暴露されたから。自分ファンの人の前でも清楚系キャラだったのに。はい、次来月ぐらいにはね飛べたらね。秀山かね、どこかまだ何もまだ決まってないけど、来月ぐらいには飛べたらいいですな。マカオもうパスポート取らんといかん。ねえ、清楚系でまかり通っていたのに着替えを持っていかないことがバレてしまいましたわ。ねえ、なんかシューザンっぽい気がするけど、まだどこ
でも足裏かな飛ぶとしたら。はい。なんでる。グアム、グアム道連れ麺はもう、まあみんな。みんな今日のタワーえあるかな。おらなさそう。あ、次の呼び出ししてないっすね。しないですね。してないので、次の呼び出しは、呼び出しします。次の呼び出しは、ジョージさん、タンさんと、篠田さんです。かな、多分。よろしく。ちなみにその次が、つのさん、タイタンさん、タイタンさん2つになっちゃうな。ちょっと待ってよ。次がジョージ、タン、シノダ、その次がつのさん、タイタンさん、サラマンダー、サラマンダーさんかな、多分 PR 舞台入ります。今日のお礼は多分おらんのよね。多分いません。ちなみに今は OKP と遠野さんと和人さんなんですけど、多分いないから、まあ次来た時に見ます。カラオケ、カラオケ水槽バンジー、ちょっと体重ごまかして言葉まで使っちゃいそう。PR 舞台、あと何月だ？ PR 舞台が決まった後のタワーのお礼がもうなるから、何月だろう？ 5 月ぐらいのお礼を今しています。はいはい、浴びた石原さん、いいね、ありがとう。肘。あ、膝見る？膝見る？え、でもめっちゃねマシになったやん。ちょ見てや、なんかね、ほんまにもうすごいレインボーだったのに。え、ちょ今ここベッド汚いからちょっと見せたくないどうやって見せればいい？え、だいぶ治ったくない？でここがね全面黄色だったんよ。でもすごい治ってきてるし、ここはもうちょっと時間かかるかなって感じなんですけどえ、だいぶほらちょっとまだ黄色かイエーイ、頑張ってこれで鼻だれ踊りましたこっちあとちょっとじゃない？黄色は治っとるでしょ。こっちがちょっとまだ時間かかるかなって感じなんですけど、ほらそう、これで暗闇と鼻だれ踊ったんで褒めて、めっちゃ我慢して踊ったそうよ。いや全然でもね、まあ、ちょっと当たったら痛いけど、歩くのはもう全然平気だし、まあ、暗闇と鼻だれはちょっと痛いけどなんかちょっと足を浮かせて踊りましたえ、これをこれとこれ、こっちはでもねこれだけだから、こっちがちょっとここがうわ剥がそう、これ剥がした方がいいか、剥がすか、これそう、どういう、そうこれ全部ねこけた傷、そう全部こけた傷ですよ。変なこけ方、そう四国音楽祭の時にはもう完璧じゃろ。もうやばい、台風のトラウマなんかそう、なんかこれはね、みほりんとあいことやんこダンスの先生がみんなで消毒してばそこやってくれました優しいそう、じゃあなんかだってみんながそう肌白い方がいいって言うから、日傘さしたらあだとなった、みんなのせいだえ、広島台風来るの？来るの？みんながやっぱほら日焼けした方がいいって言ったじゃんみんなのせいだ
友達から気抜いてるワイプもちゃんと見たよってきた。やだ。あやこが助け、あやこの助け、みんなに助けてもらった。でも沖縄で日焼けしよう。そうみんなのせいだ。人のせいにする。でももうなってき、なんかここもちょっと打ったけど、腰、腰ももうでもだいぶもう痛くなくなってきてるし。ジュンさんハートありがとう。やっぱ日焼けした方がいいんだよ。腰、ちょっと腰、この腰、腰なんかね、ここを見せようとしたらちょっとあの下着が見えちゃうからちょっと見せられない。スカネット、すごい人工生誕っていうのかけだ。ちょっとここをね、そう、ここ腰をね、この傷したところがね、ちょっとね、なんかね、そうちょっと下着見えちゃうからちょっと NG。 めまい大丈夫、大丈夫になった。そう、はい、だから腰はなんか、だから腰が多分一番ひどかったんですけど、この足よりも謎に腰が一番、そうこけちゃって痛かった、ひどかったけど、でももうねだいぶ痛くないよ。そう、ん、見せないよ。どうあがいても見せないよ。どうあがいても見せないよ。うん、そう、ずやったら腰、私もこれ聞かれてない、私もどうやったらさあこんなかけ方をしたんだろうか、そう思った。自分もどういうかけ方したんかなって思いました。見せないよ。見せないよ。見せないよ。一回しか転んでないよ。しっかりしなきゃ。あいこにね、MC で、もうこの子は一人で生きていけるんだろうかとかね言われたから。シミ、もうそう、私ももう20代だから、光、いや、ちゃんと、いや、一人でこけた。なんか多分こうやってこけたんよ。なんかこっちはなんか、あ、やばいじゃなくて、こうやってやったからこうして、腰はちょっとよくわからん、足は多分もうピーンって開いたままこけたからなったんかもしれん。さあ、ナシカに気になるなって、あーウィンクウィンクしてるくせに。嘘です。腰謎すぎん、しかも腰が一番ひどいんよ、謎すぎん。え、そう、でも顔を守ったからね、そう、顔を守ったからちょっと褒めてほしいわ。人に見られた、横断歩道ってこけたよ。横断歩道でもっきりこけたよ。でももう痛くないから大丈夫ですね。うん、横断歩道でなんかちょっと走、なんかこけました。でも全然普通にも踊れるし平気です。顔は守った。あ、もう12時になっちゃう。今日2時間も配信してる。やっぱ生誕祭の余韻で私機嫌がいいんだと思う。私も頑張って、私も頑張ってまたダンス覚える。さあ、アイドルの鏡。そう、この前団長間に合わんかった、ごめんなさい。ちょっと1位がねマーラーさんだった気がする、それ以外覚えてない、すみません。さあ、配信。すごい機嫌がいいです。私、なるさん、タコありがとう。毎日アイドル目指すって、あ、言ってたっけ。さあ、
最近なんか配信しても1時間、まあ長くて1時間ぐらいだったから言わんよ。生誕祭の余韻で配信がいっぱいできた、やいことが。そう、でも私はもう最近なんかドラゴンエッグをやめたじゃないですか、なんかアンチが来るからって言って。なんかそしたら今度はツイッターのなんか私しか見れないツイッター機能使ってアンチが来るようになったんです最近。アンチっていうかなんか変な人がツイッターのサークル機能、なんか私しか見れない機能を使ってアンチしてくるんです最近。え、なんかそのサークル機能を使ってなんかメールの返信とかしてくれてる人もいるんですけど、 その人じゃなくてなんかすごい悪口言ってくる人がいるんですよ。もうどうしたらいいの。なんか私のアカウント、あの私のツイッターの公式アカウントしか見れないように設定して言ってくるんですよ。マジだるい、うざと思って。そう、やばくない、もうどうしたらいい、本当にもうありえん。そうそうよ、なんかどうしたらいいかな。まあ別に何ももういいやって感じだけど。そう、え、まだね言ってない、もう別になんかいいやと思って、誰と思って。そう、そう、そんなんあるからさ、あるあるんよ。でもなんかそれ使ったらなんか確かにモメの返信とかさ、あんま人に見られたくない人とか使えるからすごいいい機能だけどさ。そうそうそう、いやなんか私しか見れんツイートみたいな、もううざと思って。そう、うざうざ、もう誰。いや、なんか適当な人もいるし、なんか私なんかなんか文句みたいな人もおるけど、まあまあまあ、うん、DM はねそもそもできんように設定してるの、うん、そう、ちょっとめんどくさいですよね。そう、休んでた間整形しただろうって言われたりしましたけど、してません。ほらほらほら、めっちゃ言われた今日。もう鼻おかしいよって、鼻変だよって言われた。してません、してません、ほらしてません。してない、ちょっと傷ついた。そんな、そのために休んでない私。そう、鼻おかしいよって言われた。辛い。してません。なんならね、マネージャーさんに休んでるので結構な頻度当てたからね、その心配はしてません私。お金もない。どうしたらいいかな。うん、そう、もうドラゴンエッグそのためにやめたのにさ、その変な機能作ってさ言ってくる人いるの、もう気持ち悪くない。もう気持ち悪い、もうそこまでしてね、もうだからもうめんどくさいからもういいやってめっちゃ無視してる。さあ、可愛くなった。え、そうやね、めんどくさい、なんかそんな機能あったの知らなかったからさ、サークル機能みたいな、なんか通知が来るの、しかもめんどくさいよね、通知来るんですよ。勝手に通知来るから、もうめんどくさい。え、でもなんか、でも多分ツイッターのドライブはなんか、ドライブの方はなんか、ドライブの方はなんか、でもドライブよりもツイッターの方が別になんか、なんか全然もうなんか、もう今は心休んでから、休んでからなんか心がいい意味で死んだから、なんかなんとも思わなくなった。なんか本当 ST 入ったばっかの時はすごいそれに悩んで病んだ時期がいっぱいあったけど、もう今は心が死んでるから別になんとも思わないんですよ。ただもうムカつくだけ。そう、通知来るのがさ、そう、え、いい意味で心が死んだんですよ。そう、いい意味で死んだの。だから、あ、うるさいなって思うだけ。そう、おやすみ。そう、今はね、だからうざいんですよね、いらん、なんか変な、なんかサークル機能使ったらさ、まめの返信とかしてくれてる人もいるからさ、いいなって思うんですけど、そういう目的で使われるのはちょっとって感じ。
ね、オフしたい通知なくならんかな、なくならんかな。ドライブもさ、なんかめっちゃさいい機能だったのにさ、本当にムカつく、うるさい。そう、あ、じゃあ壇上を読みたいと思います。そう、なんか返信を他の人に、ここに見られたくない人とかさ、ムーメンの返信でサークル機能使ったらめっちゃ便利よね。え、なんかやめれるって勝手に向こうが設定してくるんですよ。もうやだー、もう本当に気持ち悪いとか言ったらいけない、ごめんなさい。本当にでも気持ち悪い。じゃあ壇上読みたいと思います。こっちから、あ、やばい、3分だ。ミュートしたい。なんかツイッターあんまりそんなに、そう言っちゃってる言っちゃってる。はい、読みます。はい、13位、チェホリン、サラ、アズ、ダイスガモ、イサナコ、ありがとう。12位、ナリちゃん、ありがとう。言っちゃってる。11位ドン、アトマーク、台湾、シェイシェイ。10位、ジュナナゴ、アトマーク、12月東京行き、よ、おお、あら、ほんと、ありがとう。12月ってなんだ、あれか、ツアー、ありがとう。そして9位、トーくん、ありがとう。8位、まさき、アトマーク、リンゴしか、え、めっちゃ嘘つくじゃん。7位、ポポさん、ありがとう。そして6位、お疲れさん、ありがとう。サークル、そう、受験マメの返信とかで使ってほしいかな。あ、はい。じゃあ5位、ミノルさん、ありがとう。あ、やる話かやか、あ、やばいやばいやばい。4位、ヤスメさん、ありがとう。そして3位、ウエマンさん、ありがとう。そして2位、カズノシン、リンク姫が一番かわいいよ、ありがとう。そして1位はタイタン、アットマーク、サイアント、リンコ、ダブル、神足、ありがとう、ありがとう。じゃあごめん、なんか最後に重い話、全然重くないんですけど、悪口いや、重いみたいな、ただの悪口です。悪口を最後に言ってしまってすいません、悪口でした。じゃあまた明日、おやすみなさい。話すわ、ストレスをためないために配信で悪口を言って発散したいと思います。じゃあおやすみなさい、バイバイ、また明日。